今度はちゃんと歌えると思います。吉幾三さんの智子をピアノバージョンで聴いていただきたいと思います。生まれが利尻なんでね、ちょっとなまってるところがまたいいかなと思います。聴いてください。どうなってるから私1年ぐらいだみか、歯も磨かないで頭の毛ぶさぶさだ、風呂なんか入ったこともない。したら智子汚すぎるって、智子を探して食べに出た。盛岡、仙台、福島、山形、今回津波で大変だったけどもあちこち回った。智子の田舎秋田だって聞いて秋田訪ねてって、アパートの管理人が出てきて、ああそろそろならさっき引っ越しましたよって、どこに行くようなこと言ってますかって聞けば、青森にごめんなさい行くようなこと言ってましたよって、青森に訪ねてみれば別人でしっとり綺麗だったですって秋の函館、智子のいるところ分かった。アパートの下から「智子あれだよ」っつったら、智子窓から顔ビロッと出して、いきなり笑ってないで、あれどうしたの、おっきなお腹して食べ過ぎたのって尋ねれば、子供できたのって、あれ子供できたの、誰の子供なのって尋ねれば、なんだか清水会長の子でないかいって、違うか、渡辺会長だべか、なんだかこう会長ばっかりって分かんないんだけども、早く認知してもらったらいい。だけどやっぱり分かんないよ、あれ分かんないの。あれから3回目の明けだ、智子が住んでから3回目の明けだ。二人の愛の歌。
ラブソング。